なんか空手道アスクっていうのがあるらしくて、そこの道場になんか空手いっぱいやっとやつがおるって聞いたんやけど、なんかな、俺の方が強いと思うよな、結局空手とかやったことないけど、ちょっと俺が一番強いって店に道場今から乗り込んだろうと思って、ほんならちょっと行ってきますわ。行っとけよほんま。挨拶は練習に混ぜてもらおうかなと思いました。うちの練習きついですけど大丈夫ですか？大丈夫です。じゃんけんして負けたら白い線まで走って戻ってきて。やられるて。もうちょっと、もうちょっとだけやりましょう。からもうちょっと、はい。あの人めっちゃキレる。挨拶は。前に。前の試合で5人から勝ってほしいけど。
てます。毎月ゴー伸ばしてる手と前の先生に払っておいてよ。はい、前に上げて、はい、スピードスピード、はい、次で行け、ゴー、すごいだろうと思って。ああ、はい。よしよし。Thank you.
また女の子でいいんですか。いや、なんか男でよくないですか。世界3位だった。は？レクサス。いや、すごいっすね。ええ、ちょっと待って、なんでそんな優しい顔してるんですか。切り替えの あそこくぐったらこんな優しいなの。こんなら真っ赤い、ちょっと厳しい。もうすごい目で、もっと足前、もっと足前。本来は優しい。本来は優しい。ほんま、ありがとうございました。ありがとうございました。体験させてもらいましたけど、すごいですね。でも何人ぐらいの生徒さん。全部では250人生徒がいて、この試合に出る子たちは、80人ぐらい。それでもやっぱすごい数ですね。福島では多いコーラがあります。この動画きっかけで入ってくれる人とかおったらいいですね。あ、そうですね。なんかありすか、そんなラーメン屋の味玉つけるみたいな。あ、どうしますか、なんかそんな空手道場の味玉、空手道場の味玉いけるんすか。いけます。あ、なんかじゃあ、あるんであれば、じゃあ体験の電話をするときに、小屋犬の動画を見たっていう方に関しては、入会金4500円を8月いっぱいまで、だったら、タダにします。ただで。味玉がでかすぎませんか。ただで。こんな味玉来ました。めちゃめちゃ。大丈夫ですか、それ4500円。大丈夫です。あ、わかりました。じゃあ皆さん、僕の動画を見て、空手っていいなと、空手俺もやってみたい、私もやってみたいという方は、ぜひそれを言っていただけたら、8月いっぱい、入会金が無料だということでございます。言うてみるもんやな、なんでも。というわけで、先生方本当に、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回撮影にご協力していただいた空手道アスクの皆さん、本当にありがとうございました。生徒さんたちもね、指導員の方も保護者の方たちもみんな撮影に積極的に参加してくれて、非常に楽しいなという、撮影でございました。ほんでね、今回の裏話はいいんですよ。1回目にね、僕が対戦を申し込んだ、5歳のカリナちゃん、好きな食べ物を聞いたらね、メロンって言ってました。以上です、ありがとうございました。